2016-2017ISU グランプリファイナル及び 2016-2017ISU ジュニアグランプリファイナルは2016年にフランスで開催されたフィギュアスケートの国際競技会。2016-2017ISU グランプリシリーズの決勝大会及びジュニアクラスの 2016-2017ISU ジュニアグランプリシリーズの決勝大会。 2016、2017ISU グランプリファイナル、2016、2017ISU ジュニアグランプリファイナルは、それぞれ2016から2017年シーズンの ISU グランプリファイナル、ISU ジュニアグランプリファイナルで、2016、2017ISU グランプリシリーズ及び2016、2017ISU ジュニアグランプリシリーズの決勝大会である。 シニア及びジュニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技が2016年12月8日から11日にかけてフランスマルセイユのパレオムニスポール、マルセイユクランデストで行われた。なお本大会は日本の化粧品メーカー構成が特別協賛しており、それぞれの大会にプレゼンテッドバイ、構成の冠無理タイトルがついていた。成績上位6名が出場する。 男子シングル男子、シングルメダリスト女子シングル女子、シングルメダリストペアアイスダンス男子シングル女子、シングルペアアイスダンス入賞者にはそれぞれ一家の賞金が与えられる。競技後のエキシビションには、競技用とは異なる適切な小ナンバーで参加しなければならない。違反した場合は、グランプリファイナル出場選手は、賞金から5000ベドルが、ジュニアグランプリファイナル出場者は、 賞金から千米ドルが差し引かれるとされた。ありがとうございます。